日本ハムファイターズ、今年誰も予想できないくらい急激に覚醒した4人の選手について見ていきたいと思います。まず1人目、矢澤投手がリリーフピッチャーとして大きく飛躍をしています。今年もピッチャー、野手の両方で2軍戦に出場していて、野手では思うような成績をなかなか残せていませんでした。まあ、昨年も1軍で野手としてもスタメン出場なんかもありましたけれども、まあ、なかなか成績が上がってこないという状況でした。そしてピッチャーとして、まあ、当初は先発として育てていくっていうのが、まあ、新庄監督のコメントからあったんですけれども、今年2軍ではリリーフピッチャーとして登板を重ねて好成績を記録していました。ファームでは防御率 1.04、 好成績を記録して1軍に昇格ということになっています。1軍でのここまでの成績が10試合の登板で 1.08、 8.1 イニングで四球が4つ、奪三振8つ、被打率が1割8分5厘という成績になっています。特に対左バッターの時は1割台前半と抜群の投球を見せていて、対左に対しては、まあ、特に重要な場面、ホールドがつくような場面とか、まあ、チームの勝ちに直結するような場面、こういったところでも起用されるようになってきて、まあ、かなり新庄監督の信頼も厚くなってきたのかなという印象ですね。矢澤投手は、まあ、ドラフト1位で二刀流として獲得されて、まあ、なかなか野手としてもピッチャーとしてもこうどっちつかずになってしまっているような、まあ、印象が一時期はありまして、ファンの方々の期待っていうのも、まあ、少ししぼんでしまっていた時期っていうのもありました。昨年は有効骨の骨折、まあ、野手がよくする怪我、まあ、ここでですね、一度離脱となってしまったんですけれども、ピッチャーで投げる分には影響がなくて、ピッチャーとしての、まあ、投球練習に専念したという話があって、まあ、それがいい向上につながったというふうにも話していて、まあ、それがこの今年の好成績にもつながっていると思います。投手、野手、まあ、どちらでもこう活躍の可能性を探していって、まあ、一番いいところでプレーをするっていう、まあ、新しい二刀流の形が矢澤投手で、まあ、こう出てきているのかなっていう印象ですね。では続いて今年大ブレイクした野手について見ていきます。タミヤ選手が今年一気に台頭してきました。ここまではプロ入りして2軍でも正直目立ったような活躍っていうのがなかった選手なんですけれども、新庄監督がバッティングセンスいいし、足も速いし、まあ、そしてスローイングは本当にプロでも、 もう本当にトップクラスと、それぐらいまで評価していました。そして昨年の終盤ですね、なかなか2軍でも成績が上がってこない中、1軍に昇格して終盤にホームランを2本放ちました。そしてチームの盗塁阻止率、これが昨年1割台でかなり苦戦したんですけれども、タミヤ選手が今年はキャッチャーとして数多く出場して、リーグ2位の盗塁阻止率3割1分8厘をタミヤ選手自身が記録しています。そしてバッティングでも、まあ、これだけの活躍を見せていて、38試合の出場で3割2分2厘、ホームランが1本、打点19、出塁率3割9分3厘、 OPS825、 そして得点圏打率が驚異の4割5分2厘の成績になっています。キャッチャーとして、まあ、守備スローイングでも貢献してくれる一方、野手としてもどこのポジションでもレギュラーを取れるぐらいの、まあ、これだけの成績を残してくれていて、打点ももうすでに19を記録していると。2年連続最下位だったところから、今年はこのままいけば A クラス入りが狙えるぞというところまでこうチームが成長してきている、その原動力とも言えるのがこのタミヤ選手の活躍になっています。まあ、当然タミヤ選手は今年がまあ1軍で初めてこう本格的にプレーをするというような年になっていますので、これだけの成績を最後まで維持するっていうのはさすがに難しいかなとは思うんですけれども、この成績をいかに落とさずに、まあ、そしてキャッチャーとして最後までレギュラー格として出場し続けられるか、ここに大きく注目していきたいと思います。では続いて球速が大幅にアップして覚醒したピッチャーについて見ていきたいと思います。杉浦投手が今年キャリアハイの成績を残しそうなぐらい一気に成績を上げてきています。2021年には56試合の登板で防御率が 2.96、 これがキャリアハイの成績で、そこからですね、登板数が激減してしまっています。年齢としても32歳と、まあそろそろベテランの域に入ってくるというようなピッチャーで、立場的にも少し厳しくなるようなところではあるんですけれども、まあ、オープン戦でもしっかりと結果を残して開幕1軍にこうなんとか入っていて、まあ、そしてそこから大復活を果たしてキャリアハイの成績が残るぐらいの数値になってきています。ここまで15試合の登板で防御率が 0.00、 13イニングを投げて1勝1ホールド2セーブ、四死球が4つ、被打率1割5分という成績が残っています。
ここ最近はホールドであったりセーブがつく場面での登板っていうのも増えてきましたし、新庄監督の信頼、そして投手コーチの信頼っていうところもかなり厚くなってきたのかなという印象ですね。2022年は成績があまり良くなかったんですけれども、この年のストレートの平均球速がだいたい145キロぐらいでした。それが今年は150キロですね、平均で150キロまで大幅に上昇しまして、それもあって成績が大きく上がっていると。打者を抑え込むような直球っていうのも増えましたので、被打率としては1割5分と相当優秀な成績が残っています。過去杉浦投手は56試合、これがキャリアハイの登板数なんですけれども、自身2度目となる40試合以上の登板、今年は期待したいですね。40試合以上投げて防御率が1点台とかっていう数字になると、成績的にトータルで見るとキャリアハイぐらいの数値になりますし、年齢が32歳のところで一気に再覚醒という感じで、今後にも大きく期待できそうです。では続いて一気に主力にまで駆け上がった選手、こちらについても見ていきたいと思います。水野選手が3年目の今年一気にレギュラーに駆け上がっていきました。1年目からルーキーで開幕スタメンを任されるほど期待されたんですけれども、2年連続で打率が1割台で、出場試合数としてもそんなに多くはなりませんでした。ただ2軍ではしっかりと結果を残していて、1年目2年目と2軍成績を上げましたし、ホームランなんかも割と出ていました。そして今年はオープン戦で結果を残して、新庄監督がもう事前に万波選手とこの水野選手、この2人が現時点でのレギュラーと、そうやって明言するぐらいまで期待しています。新庄監督としてはこの水野選手は小さいながらもパワーはあって、ベンチプレスなんかも新庄監督の現役時代よりも上げると、それぐらいパワーがあって面白い選手だというふうに評価していました。そしてバッティングだけでなく守備にも、ちょっと課題があるというふうにされていたんですけれども、今年は大きく成長が見られていて、守備賞としてはプラスマイナス0ぐらい、エスコンフィールドという、難しいグラウンドをホームにしている選手にしては、本当にいい成績だと思いますし、守備率も9割7分クリーンと、そこまでこう悪くない数値が残っています。昨年上川畑選手があれだけ苦戦したということを考えると、水野選手がショートでこれだけ守れているっていうのは本当に大きな成長が見られます。そして今年打撃成績で見ると42試合の出場で2割3分クリーン、ホームランが2本、打点が13、出塁率2割9分1厘、 OPS653 という成績になっています。 OPS0.65 を超えているわけですので、ショートの選手としてはもう間違いなく合格点という成績ですね。打撃に関しては開幕から絶好調、ただ4月にぐっと落ち込んでしまったんですけれども、そこから5月に入って復調を見せています。ようやく、なかなかこうハマりきらなかったショートのレギュラーっていうのが日本ハムハマって、チーム全体としても大きく力をつけてきています。1年間水野選手がレギュラーを守り抜いてくれることを期待していきましょう。以上です。